ない。どうした？できたの、ジャオくん。できた？ジャオくん。ちょっと、ドキドキ。呼吸早いね。できた？はい、ジャオくん。どうしたの？どうしたの？ちょっと、今朝暑かったんですけれども、少し気になる開口呼吸しているように見えます。ほら、ちょっと開いてる。どうしたの、ジャン君？ジャン君、大丈夫？どうした？はい。どうした？ジャン君。朝、甘えてる時は全然そんなことなかったの？どうしたの、ジャン君、急に？熱くなっちゃった？さっきずっとね、ゴロゴロ言いながらね、甘えてた時は普通だったよ、ほんこんな感じで。ずっとなでなでしてたよね、キャン君。その時は普通だったよ。どうしたの？どうした？どうした？大丈夫、キャン君。一度病院行ってみるかね。そうだね。どうしたの、ジャン君。ただ甘えてるだけだったらいいけどね。ジャン君、どうしたの、ジャン君。どうした、ジャン君。ケン君、病院行くと開口呼吸しちゃうから、どうなのかわかんないね。ちょっといわゆる精密検査みたいなのした方がいいのかね。そしたら。なんだろう、朝全然こういった感じじゃなかったんだけど。どうしたの？ジャン君、甘えてるだけならいいんだけど。はい、どうした？はい、どうした？今エアコン入ったからね。ちょっと胸の動き早いは早いね。なんだ？じゃあ呼吸にどうしたの？朝は6時くらいの時は大丈夫だったよ。どうした？はいはい、どうしたの？じゃあ、くん。またね。今日は日曜日なので、明日行ってみましょうか。これでも明日って、お休みの日か。ちょっと調べてみよう。ジャン君。早くだね。昨日とか全然普通だったよね。多分ね。現在は朝6時過ぎくらいで、このところですね、寒い日や暑い日がこう予測できない感じで、今朝もまあちょっと涼しいっちゃ涼しかったような気がするんだけど、エアコンがつきっぱなしだったから、昨日夜さ、ちょっとほら暑かった、夜っていうか暑かったでしょ、昨日。だからちょっとで、さっきエアコン切ったんだよね。そうそう、ちょっと寒い、そしたら暑くなっちゃった、寒くなったから寒いかなと思って、朝だしと思って消したんだけど、まあ暑さのせいだったらいいんですけど、大丈夫かな、真夏ほどは暑さではないじゃん。そうだね。この変なめっちゃ暑かった35度とかの時とはだいぶ違うからね。今安定した気がするけどね。
朝6時ほんと起きて朝ずっと甘えてた時はね普通だったよ、うん、本当にどうしたんですか、ちゃんくん、どうしたの、なんかね、ちゃんくん、まあ、ちょっと様子を見ます。落ち着いた。なんか暑かったのかな。でも今エアコン入れたばっかりだからね。うん、そうだね。涼しくなったからではなくて、うん、なでなでしてもらったからかな。朝も来たの、朝っていうか、うん、また起きてすぐにしたし。起きてよっていうことだったのかしら。いや起きてたよ。今またちょっと寝たりしてたじゃん。あ、でもテレビ見てたよ。うん、着きました。あ、テレビに見てないで、うん、僕のとこ遊びよう、撫でてよってことじゃんか。はい、おやすみ。心配しましたが元気そうです。ふんちゃん、ふんちゃん、そしてあれは何だったのかわかりません。でもまあちょっとよく見ときましょう。ふんちゃん、ふんちゃんはシリシリはしたの。ふんちゃん、ふんちゃんのカメラ好きだね。じゃあ真っ黒黒好きになっちゃうよ、カメラが。はーい、首。はい、ちゃんくん。あくまでも仮説ですけれども、ジャンくんの、開口呼吸っぽいもの、これは、寂しい病かもしれませんね。引っ越し後1ヶ月経つんですが、その1ヶ月の間、夫婦二人で外出しなくちゃいけないことが結構あってですね、手続きやらなんやら、あとは、東京の方に病院に行ったりとか、そういうことでちょっと留守番が多かったです。これからちょっとですね、気をつけながら、せめて一人部屋にいる状態をなるべく作るということにしますよ。じゃんさん、ポンちゃんもね、ポンちゃんは結構タフなんだけどね、ポンちゃんもせっかくスリスリするようになってきたからね。はい、そういうことで、病院にはまた行くようにはしますけれども、まず心のケアをしたいと思います。はい、朝のご飯の用意が始まりましたが、ここで待ってるんですね。綺麗なパッケージ、簡単に出てきてね。うん、ちゃんとも来てるのね。仲いいの。うんうん。ちゃんくんね、パッケージね。あじゃん。どこ？ポンちゃん、はい、プチュール待ってる間も食べてたね。プチュール食べるからね。
くんは本当にキュウリが好きだね。ふんちゃんもね。お、いい音。ふんちゃん、いい音だね。ふんちゃん、はい。ふんちゃん。ふんちゃん、ふんちゃんだ。ふんちゃんはカリカリもいっぱい食べて偉いね。ふんちゃん、目怖い。え。ガメラみたいな。ふんちゃん。ふんちゃん、怖いってよ。クールビューティーって言って。